急に黙っちゃったりして。真面目じゃないんだよね。むしろ不利なのはそちら。こんな化け物、負けたくない。190センチの俺が遥かに見上げている。いずれにしろあんたの提案には感謝している。誰も見てなきゃ俺のケツでも舐めるだろう。化けの皮剥いでやるよ。俺には隠さんでも。本性出す前にこと切れちまったか。このロシア野郎には煮え湯を飲まされてるからな。さあ行こうかね。冷たいガラス、この感覚、電話ボックス、そう止まった。光、続きだ。大変な人気じゃな。ルールは素手同士、至ってシンプルじゃが、南極だろうが海底だろうが街中だろうが、我々は卑怯かな。シコル君、分かったよ。すぐに始めてくれ。今この場でもあんたら用意どんだけかけてくれりゃいい。今やあの地下で試合したというだけでステータスだ。それがイガリイズムってやつでしょ、ねえ会長。試合とは読んで字のごとく、あくまでリハーサルに過ぎない。かつて自分が倒した格闘技者に向かって、それが今そのままシコルスキーに向かって帰ってきている。闘技場内で初めの掛け声で行われる試合でさえも、そう、ここ地下闘技場において、この試合反則負けがない。ザバー。操術か。マスター お前にふさわしい相手だ。環境利用投法マスターガイア剣山。この男がガイア。誰だって関係ねえべ。ジャックは引っ込め。軽くやっても響くな。屋内はここは何を使って戦ってもいいんだ。ナイフ、いきなりかよ。こんなのも、ここたった今身を置くこの環境、花、やだ、何混じった爪や歯が
それが砂ならばなお一層強力な。もはやそれは兵器。まるでショットガンだ。いい汗をかいた。ここからが本番。何？すげえ砂ぼこり。砂遊びか。やっぱり未成年？本当にどこにも。バーカ。カムフラージュだ。砂ぼこりを体にまぶして偽装してる。また消えた。まるで透明人間。なぜ隠れる。なぜ男らしく戦おうとしない。うわ、出た。いつの間に。我々二人は今ここで何をしてるんだ。ロシア格闘ではない。全存在を総動員した生き残り。君に暴力の真の恐怖をプレゼントしよう。あの用心深い男のまさかの決着の申し出。貴殿との長きにわたる因縁に決着をつけたく。ジャックハンマーとの戦いに向かう渋川に見えたのは、こんなものまで出てきやがる。それと同じ幻影が今またここに。教えよう、暴力の本当の恐怖。暴力の真の恐怖は必ず見えない。いつでもお前を殺せるというメッセージだ。渋川護身流合気柔術開祖。今のお前さんなら大丈夫。たどり着くことができんのじゃよ。この先どれほどの危険が待つというのだ。それがし元部伊蔵と申す者。全ての武器に精通する。その元締めが一体夜の公園で武術家二人。